皆さんこんにちは、さくやです。さあ今回もマーベルスパイダーマン遊んでいきましょう。さあ職場から連絡。責任委員がここに来る。装置の動作チェックをしないと。ああすみません、もうすぐ着きます。一人で何とかするよ博士、危険ですよ。そうそう、まあ、常に深くなんでね。尊敬するけど、たまに裏目に出ちゃうんだよな。怪我する前に行かないと。まあちょっと余談なんだけど、特にあの停電してる時にさ、その不要不急の外出を控えてくださいみたいによく言うんだけど、あのね、市内ね、もう大渋滞だったね。みんなね、給油するのにね、もう並びまくってね、そこまでしなくてもいいでしょうってぐらいね、混んでましたね。なんかあの民度がさ、やべえなって思っちゃったね。やばい、今ちょっと焦ったよ普通に。きっちり着地するもんねこれね。こうニューヨークがすごいよね。まあ本物を再現してるかどうかは行ったことないからわからないですけど、どこまで続いてるのかなって感じで端っこが気になるよね。とりあえずそろそろ目的地。ふっ、いやこのジャンプかっこいいわ。さあここだ。ここやね。遅れてすみません。すごい。始めてたんですか。じきに委員会のトップがやってくる。心配するな、開発したのは私だ、一人でやれるよ。制御装置か。あ、まずい。あ、止めた方がいいんじゃ。まだだ。博士、博士、怪我は。また失敗か。だがあと一歩だ。怪我は？いや、全部僕のせい。そのエネルギーレベルが予想以上でね。だが言い換えればこれも研究が進んでいる証だよ。そんな風には見えませんけれど。本当だ、次こそは。先走るのはやめましょう。場所を変えてお話できます。ピーター、今日はもう帰っていい。でもまたゆっくり話そう。ほんと最悪、制御装置が効かないなんて。さあ、僕の本当の仕事。言われたけど、原因を確かめなきゃ。まあ、この技師を確かめて見ようかな。ああ、ひどい姿になっちゃって。まあ、あんまり動かせないね。終了。何がまずかったのかな。全部だね、全部。修理しよう、修理。サーボコントロール網に損傷。電圧コントロール失敗。
回路が焼けてる。くそ、僕が事前チェックしてれば絶対見つけてた。なんだこのパズルっぽい感じのは。緑色の支点のピースとオレンジの終点のピースをつなげる。これを回転、あれ、あ、選んでロックされてるんだけど、え、あー、ここに置くのか。なるほどね、こうですね。でここにはもうカーブだね、多分これでよし。こう、これはまっすぐしか行けないね、多分これで。さあ完成。さあ部品の修理完了。順調やね。オッケー、サーボ制御のルートを変えてっと。回路の部品には特定の方向からしかつなぐことができないものがある。なるほど、その矢印通りにしか行けないんだ。これ攻略見てしまったらすごい簡単そうだよね。どうしようかな。まずは、こっちかな。これでいけないかな。あ、そういうことか。なるほどね。では、まあ仕方ないんで、これでいこう。で、まっすぐをここに置いて、こうだね。あ、ないんだ。仕方ない。で、多分これを、こう置いて。あ、待て待て。あ、これ使える。そしてこれ、完成。それじゃあ次は。まあ、一発 KO だね。そしたら今度は電圧を再調整。正しい電圧にしなければならない。サーキットピースには正負荷を供給するものと負荷を供給するものがある。なるほど。ここにはこれを置いて、こうだよね、多分。からの回転をさせて、まっすぐ。あ、違う。そういうことか。じゃあプラス2でマイナス1で2。終わり。はい、できた。それじゃ試してみるか。新品同様。お、バッチリ動く。オッケーオッケー、完璧だね。博士は義手用の素材をテストしてたんだ。そういえば研究成果をレビューしてくれって言ってたっけ。今やっちゃおっかな。仕方ない、やっちゃおっかな。あれか、博士は義手の新しい素材をテストしてたんだ。ゴールは未知の物質を吸収スペクトルから特定することです。線の数を同じように置いていけばいいのかな。フラグメントを選ぶ。これをここじゃねえかなと思うんだよね。はい、こいつをここ。まあこれは簡単だね、ここはね。ハイドロゲルとポリマーの合成素材、強力だけどインピーダンスが高い。他の素材探した方がいいって伝えなきゃ。
じゃあ僕の本当の仕事はラボを出ることです。これ以上ヘマしたくないし、今日はもう帰ろう。そうですね、お疲れ様です。そしてお着替え完了。まあ経験値は少ないね。スパイダーマン、こちらユリ。フィスクはもうライカーズ？ライカーズじゃない、あいつはVIP待遇されるらしいから、ラフト刑務所。ああ、スコーピオンやエレクトロと一緒ってこと。フィスクもついに大御所の仲間入り。ちょっと署に寄ってくれる？問題が起きてあなたの力を貸してほしいの。君のためなら喜んで。すぐ行くよ。めっちゃ惚れてるね。これさ、地図とかあるね。ニューヨーク、ボールクローラー。なんだろう、これは。まあ、いろいろあるんだけど。あとはスキルミッション。チャイナタウン。で、これはチャレンジ。ああ、ポイントジャンプを500回とか。多分これも全部やったらトロフィーとかがあるんかな、やっぱり。で、キャラクターね。ピーター・パーカー、スパイダーマン。ウィルソン。こいつ強かったからね、マジでね。身長2メートル204キロ。やば。ユリン・ワタナベ。待って待って、普通にでかいね。175センチ。38には見えないかな。もうちょっと老けてる感じがするね。63歳。111キロ。なんでこんなみんなデブなの？で、技リストね。これをね、多分ね、覚えておかないと、まあ、いろいろ大変なんだろうなっていう気はするんだけど、あのチュートリアルだけだとね、全部覚えるのはちょっと大変かなって感じはするね。エアコンボとかさ、まあ、この辺はね、後々覚えて、やっておこうかなというところでは向かおうか。地図がね、なんか表示されてなかったのが気になる。最新号か。僕の大ファンはフィスクの大砲どう思ってるのかな。迷ったぜ。ジェイ・ジョナ・ジェイムソンのファクトニュースへようこそ。リスナーとこの街の問題について語るのはおなじみピューリッツァー賞を受賞した、二度な、二度も受賞したデイリー・ビューグルの元編集長だ。本の宣伝。そしていつも通り彼の著書スパイダーマン脅威か悪党かを放送の24時間以内に注文すると追加でサイン入り版をゲットできるぞ。宛名は書かないからな、調子に乗るなよ。諸君、ジェイ・ジョナ・ジェイムソンのファクトニュースだ。世界にあふれる未知の脅威についてお知らせしよう。早速電話をつなぐぞ。喋って。スパイダーマンはウィルソン・フィスクを倒したんだから敬意を払うべきじゃないか。だってギャングのボスが減ればみんなハッピーだろ。なるほどな。それで君は警官か検察官、それとも私のような百戦錬磨の受賞歴のあるレポーターか。あ、いや、配管業者。なるほどな。じゃあ黙ってうちのトイレを直してろ。暗黒内のボスについての豆知識だ。一人消えるとたちまちジャージに金のチェーンをジャラジャラ身につけたチンピラどもが次なるゴッドファーザーの座を狙い出す。ギャングの構想を開始ってやつだ。だがあのウェブヘッドが気にすると思うか。なきゃない、テレビに映ることしか気にしてない男だぞ。はあ、でもおかげで手数料なしで同感が手に入る。だから構想が始まるまではウェブヘッドの味方だ。新入りマフィアにそいつを3倍の値段で売りつけられたり足をへし折られそうになればそのくだらない考えも変わるだろう。じゃあな。見てろよジェイムソン、絶対僕のこと認めさせてやるからな、そのうちね。まあそのうちねっていうね、こう逃げを用意するとね。 OK、 警察署到着。ここだね。でも上行くのか、下から入ってもいいんじゃない。禁煙したんじゃなかった？なんて言い訳してここに来るの？くだらない話し合いには飽きたって。なるほど。で、話って？
パーティーにエスコートしてほしい？白黒のスーツあるの？ああ。パーティーなんてないわよ。オズコープの監視システムに予算使い果たしたし。あれ便利だよね。そうね。1時間前まではシステムがダウンしたの。街中根こそぎね。なんで？メインサーバーが妨害されてるらしくて、どのタワーもオフライン。ふん、スパイの仕業かもね。犯人探しはあと、今はタワーを復旧させないと。急いでね。それで僕呼んだの？ああ、ロマンチック。信頼できる人が必要だったの。それに信号が暗号化されててお手上げなのよ。うん、やりがいありそう。壊したら弁償よ。信頼してるんじゃないの？弁償する金はあるのかな。スクランブル解除できるか。数が変更されてる。やるな。そういうことか。くるくる回しながら合わせると。タワーがオンラインに戻ったみたい。さすがね。見かけ倒しじゃないでしょ。ともかく他のタワーも直してくれない？もちろん。ねえ、ところでさ、直す途中でタワーに同期したら近くの犯罪データが送られてきてさ、この辺で窃盗が起きてるみたいなんだ。ちょうどいい。近くに部隊がいるわ。いいって、僕が行く。仕方ないな、やっつけてあげようか。やれ、見張ってろよ。鍵忘れたって感じじゃないよね。近接武器を装備した敵にはほとんどの攻撃をガードするが、エアランチャー、ウェブ、投げられるオブジェクトの攻撃に弱い。でしょ？私に勝てると思うなよ。犯罪トークン1。よし、退治完了。ありがとう。今度は近くで暴行事件ね。ついてるね、ユリ。君のお気に入り、こわもてだけど憎めないベテラン刑事の登場だ。え？ちょっとやめて。もうそれはやらないって約束。スパイダーコップ。勘弁して。あ、でマークが出たからそこに行けばいいのか。でマップも出てきたね。よっしゃ、じゃあ上から行きますか。スローモーションになるんだね。チャイナタウンっていうだけあって、なんか漢字の看板とかあるよね。垂れ込んだのはてめえか。近寄るんじゃないよ。ああ、こいつだよ。近寄るなってば。あっち行って。おい、騒ぐんじゃねえ。話してやれ。ブルートは建設攻撃をガードする。ウェブや投げられるオブジェクトで弱らせていよう。危ない。コンボ。ほら、危ないと。ちょっと待て待て待て、いきなり死亡するとかないかね、このところで。回復。あばよ。
時間制限内に人質を救い出そう。ターゲットを狙い R1 で武器を奪う。なるほど。もう大丈夫ですよ。やっぱりジェイムソンは間違ってたんだね。あんたは変わり者だけどいいやつみたいだ。行く当てはあるんですか？心配いらないよ。あ、もちろんそうだよね。でも参考までにフィーストセンターっていう場所があるんだ。知ってるよ。施しはごめんだね。美味しいパンケーキがあるんだよ、町一番。母さんがよく作ってた。もう長いこと食べてないけどね。行ってみるよ。ありがとう、スパイダー男。じゃなくてスパイダーマンね。上に登って次のタワーを探そう。でもニューヨークのチャイナタウンってこんな感じなのかな。ウォールランス、こういうことか。登るぞ。出て行けって言われたな。空高く舞い上がり、スパイダーコップは次の目的地、監視タワーを探すのだった。それってナレーションのつもり？まさかあんなわけないだろ。スパイダーコップに手を焼く所長、二人の溝は深い。頼まなきゃよかった。よいしょ。スクランブル解除。タワーを改良すれば犯罪以外も追跡できるようになるかも。なんか光の棒があるね。いろんな無線タグの信号を受信し始めた。この近くのは何だろう。あれを調べるのか。無線タグの信号。どれ？これか？いや、これだよね、多分ね。下にあるのか。うわあ、びっくり。僕の高校時代のバックパックだ。そういえば追跡ドットを仕込んだんだっけ。街中探せば他にもあるかも。とりあえず多すぎるな。で、これが僕の家、チャイナタウンにあるのか。警察署。いや、これだけでも相当広いんだけど、こっちの町は違うのかな。ズームで、ズームアウト。いや、まだまだ全然だよ。オープンワールドすごいな。でも多分ここら辺だけで、他はまだ行けないっぽいね。行ったところだけが地図が表示される感じか。なるほど。初デートのメニュー。まだいる？数ブロック先で強盗よ。スパイダーコップ了解。見た目は雲男でもハートは警官。ああ。行くぞ。金庫を開けろ。ほら。やあみんな。スパイダーマンだ、撃て！
撃つなよお前。やばい、まだ銃を持ってやると先に倒す。あ、ちょダメージでかい。あ、敵の応援が来た。また来た。あのさ、普通の仕事でもこのくらい頑張ろうとか思わなかったわけ？危ない。よし、オッケー。助けた。俺は。じゃあ次はチャイナタウンの最後のタワーを修理してくるよ。スパイダーコップが修理してくるじゃないの？いろいろ考えたんだけどさ、この仕事って体力勝負だろ。でもスパイダーコップはほらもういい年だからさ。みんなビビってるぞ。期待通りの展開だといいんだけど。今日限りで。スパイダーコップは警察業から引退だ。はあ、嬉しい。飲みたい気分。それじゃあ今夜はみんなでスパイダーコップの思い出に乾杯しなきゃ。ユリ聞いてる？感極まって言葉も出ないってとこ。この上くらいかな。ウォールランナー結構遠いな。まあ、落ちても死なないのがいいよね。ただあのコスチュームとかがどこにあるんだろうって感じで、まあ、まだ分かんないとこはいっぱいあるな。これだよね。さあペアリング終了。でバックパックがまた近くにあるね。まずいな、胸毛が写真に写っちゃったらかっこ悪い。処理しなきゃ。スーツの修理道具はラボにあるな。博士がもう帰宅してるといいけど。でラボは？博士、委員はどうでした？台無しにしてすみません。君のせいじゃないよ。彼らは神経質になっているだけだ。すぐに黙るさ。心配ない。戻ってラボを片付けましょうか。いいんだ。私も今から夕食だし、続きは明日にしよう。今日は休んで、明日から未来の創造を再開だ。みんなあのくらい楽観的だったらな。今日はもうラボには戻らないみたいだし、こっそりスーツを作るチャンス。これ HDR ついてたら多分すごい綺麗なんでしょうねって思いながらやってるんだけど。全部隊へ強盗事件の通報あり。容疑者は武装中。ハウストン北部に出動要請。いやでもね、やっぱりラボ行くよ。メインの方だからね。なんか寄り道できるものがあればいいんだけどね。バックパックとか。てかあれがさ、なんであんな街中にいっぱい散らばってんのかがちょっと理解不能なんだけどね。まあ結構広いけど、多分それってロードするためのこの長さなんじゃないかなっていうね、いや思ったり。いやでもなんかその一気に飛べるのあればいいんだけどね。パパパッと。さあ、こっから入れたかな。そして戦闘装備を作る。博士は家に帰ったみたいだな。スーパーヒーロープロジェクト開始っと。
これは人工装具のハードウェア改善だったよね。博士の発明をレビューしてダブルチェックしておかないと。アクチュエ、変えるタスクを行います。やると経験値がもらえると。なるほどね、経験値取っていろいろやる感じか。博士、義手の全般的な消費電力を減らそうとしてたんだ。これむずくないですか。これいきなりだけどね。目標電圧が8なんで、8になるようにこうやっていけばいいと。あ、回転できへんのか。これダメだね。あ、できるよね。でもね、いや違うな。ここにをこれを置いて、でここに5で4 OK でしょ。よしっと、コスパもアップ、しかも前より安全。まあこんな感じでやっていくのね。でこれが報酬か、なんかあるね、紫色の。まあ後でじわじわやっていこうかなと。これは？博士は大成功を収めてきたけど、いつも食い物にされてきた。大抵はオズコープに。でも今回は違うはず。パーカー。オクタビアス博士、それなんですか？中国料理だ。君がいると知ってたら。それは？ただの趣味ですよ。そうか。君が。なんていうかこれは。隠さなくてもいいんだよ、パーカー。説明させてください。もっと早く言ってくれれば。言いたかったけど。でも噂が広まれば家族に危険が。そうだな。彼のスーツを作っていることがバレれば当然君も狙われる。ええ、そうです。大丈夫、秘密は守る。それじゃあ私は行くよ。メールを見て。まあスーツの通知じゃなきゃいいけど、本人じゃないってバレなくてよかったね。ピーター、君がスパイダーマンのスーツ職人だと知って。おっと、秘密だったな。改めて君の人間性に気づかされたよ。どんなに忙しくても君はいつも周りに手を差し伸べる。おせっかいかもしれないが、スーツが破れているのに気づいて勝手ながら改良案をスケッチしておいたよ。添付ファイルにいくつか私のアイデアを書き込んでおいた。きっと町のヒーローの役に立つはずだ。二人でとてつもない発明をして世界を共に変えていこう。君のパートナーであり友人の夫より。白いスパイダーか。うん、なるほど。トークンを使ってアドバンスセットを作成してみよう。で、トークンはサイドミッションやシティアクティビティでゲットしよう。まあ、犯罪とかのやつだね。まずはこれを作ると。
よし、これでいい。なんか DLC でスーツがなんかついてきたような気がするんで、多分それもここで手に入るんじゃないかなってね、思うんですけど。通るよ。ニューヨークのみんな元気にしてる。新しいスーツ最高。でどこ行くの今度は。スパイダーマン、フィスクの手下が未だにのさばってるわけが分かったかも。建設現場よ。逮捕された時閉鎖されたんじゃないの。いいえ、合法的なビジネスの一つなの。投資家が複数いる。理由がないと手は出せないわ。理由はあるんじゃないの。証拠がないわ。タレコミと噂だけだから、あなたに奴らの縄張りを見張ってほしいの。不審な動きがあったら私に知らせて。任せて。おせっかいな隣人スパイダーマン出動。このタワーがあるから、それはまず解除していこうか。せっかくなんでね。近いから。応援を要請する。現在追跡中だ。場所はリトル東京。どうぞ。これね。車両を追跡しろ。その前に。オッケー、じゃあ追跡するか。どこ行った。消えちまったな。あ、持ってるもよこしな。いたな。ただ近くではあるね。死にたくないよここで俺は。リスナーの処分。危ない危ない。銃はありえない。危ない。あーよいしょ。スーツパンアクティブ。回復しながらアクティブ。お前もか。あ、こいつは違うな。オーケー。もう終わり。最近の強盗って根性ないな。ありがとう。もう君だけが頼りだ。でさらに言うとバックパックが近い。このここら辺だよね。あったあった。あ、いやいや、ちょ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 、そこじゃない。ネズミがおる。自撮り写真。笑える。高所恐怖症だけは治らなくてさ、エンパイアステートビルに登ってやっと克服できた。あら、そうですか。 MGってことでバックパックを発見したんで、じゃあメインミッションに戻ろう。なんだっけミッション。
ユリ、フィスクの建設現場にいるんだけど、みんな建設作業してるようには見えないんだよね。じゃあ一体何を？これから調べるとこ。お、博士からメールだ。メールにスパイディガジェットのアイデアが添付されてるのか。ほんと博士は発明バカだな。で、塔の図面でインパクトウェブを作成できるようになった。敵の陣を瞬時に奪う強力なウェブブラスト。R1 ボタンかな。なるほど。で、これレベルを上げていく感じなのかな。まあ、多分装備はされてるんでしょうね。すごい、これかなり使えるかも。うん、どれどれ。読めないな。これか。持ってくれよかった。最高、博士ありがとう。巡回中の敵を倒して応援をおびき寄せる。あれか。で、なんかまだあるね。スパイダードローン。行け！ドローン！どうやって使うのこれ。あれ？当たらん。バレたな。なんかしゃがみとかないのかな。さすがにね、なんか全員と戦うのはきつい気がするな。いや、もう使えないね、インパクトウェブ。あのゲージが溜まるとバレちゃうと。いたぞ、見つけた。え？どっから見つかったよ。あ、もうお前か。さよなら。あ、危ない、ちょっと死んでしまう。危ないぞお前ら。あ、爆発する、危ない。よし、オッケー。あ、生きてる。危ない。じゃあこれはダメだ、やばいって。やべえ、なんかもう危ない危ない。武器を持たざる者なのに負けない。あ、これインパクトウェブいいね。やばいやばいやばい。
内で違法銃器の売人が4人逮捕されてるらしい。銃の売買か。それじゃ僕がその供給減らしてやるよ。あ、そういうことか。あい、死んでしまう。やばいやばい。さあ、あとは貼り付けの1匹かな。あぶね。結構慎重に戦わないと死んでしまうんで。あぶね。一発の弾撃がね、痛いわ。OK! 新しいスーツにはスーツパワーがある。スーツパワーの特殊能力を与えてくれる。いぞ、スーツパワー。くそ、お友達呼んだみたいだ。あ、出た、なんか変な持ったやつ。まだいたの？パーティーにようこそ。うちでは靴脱いでくれる？ちょっと靴下を履いてないの？水虫映っちゃうだろう。後で後悔するなよ。よし、敵多いな、本当に。おら、危ない危ない、ちょ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 、これはきついって。さあ逃げますわ。あいちょちょ、ビリ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 。インパクトウェブ。いませんよ。スーツパワー。はい、ちょ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 。キングピンに手を出したこと、事実がない。危ない、ちょちょ、ないそれ、ないそれ、ないそれ、ロケットランチャーやめろ。それは痛いって。投げ飛ばせるものが欲しいな。危ない。インパクトウェブのね、チャージが遅い。たださ、このまたくぐりをやるとね、割とね、戦いやすい気がする。
あとはお前か。今日無限に出てくるんだが敵が。あー、よし回復クリア。ギリギリだね、ギリギリ。よっしゃ、これこそ文字通り一網打尽だね。と発砲を聞いてようやく通報があったから今警官を向かわせてる。お疲れ様。ありがとう。さあ拠点トークンをゲット。まあフィニッシュムーブはちょっとできなかったね。他にもフィスクの建設現場があるけど、どうせ見せかけ。目を光らせて、何か怪しい動きを見たら連絡してちょうだい。これ広いからさ、探すのも大変だよね。ってことで今回は時間の切りもいいので、ここら辺にして次回にまたつなげていきたいと思います。よかったらぜひコメント、評価、チャンネル登録お願いします。ではね、また次回、スパイダーマンでお会いしましょう。今回は、この辺で。